こんにちは、私は B 子学校でのあだ名はベーコンこの前防音室を作るために大奮闘したの木材の匂いっていいよねはい卵巣のポーズうーんというわけで今回は防音室を強化しますえ早く曲作らんかいってそんなやつはジーザスクライストジーザスクライスト俺にはきちんとした手順があるんじゃいこの田舎ちんぽく 今回やる吸音強化について説明するとみんな頭がおかしくなっちゃうと思うから小学生でもわかるような図にしたよだからそれを作っていくよ用意するものは吸音材この世で最も音をよく吸収するのは大阪のババアの肉塊だよだけど比較的安価に手に入る吸音材スポンジが主流だよこれを壁に貼り付けていくよ うーん貼るのはそのままボンドでも鼻くそでも米でもいいけどおすすめはマスキングテープを貼ってからボンドで貼るのがいいねなんでかっていうのは自分で考えてほしいんだよこれを君の宿題にするねこれはクソだるい作業ですこれはクソだるい作業ですこれもクソだるい作業ですこれは殴られたお尻ですそうこうしてる間に完成しました では、実際に吸音効果に変化はあったのでしょうか音声を2つ流してみます1つ目は天井に吸音材を貼る前のもの2つ目は貼った後のものですペニスバンド100個ちゃんと買うとジャンボジェット3個セットビッグゲストゲットペニスバンド100個ちゃんと買うとジャンボジェット3個セットビッグゲストゲットペニスバンド100個ちゃんと買うとジャンボジェット3個セットビッグゲストゲット ペニスバンド100個ちゃんとカートジャンボジェット3個セットビッグゲットゲットペニスバンド100個ちゃんとカートジャンボジェット3個セットビッグ実際にヘッドホンでは感じにくいかもしれませんねそんな方はこちらを見ていてくださいこちらをよく見てみると 何かわかりませんかそうです。なんとなくいいんです。なんとなく良くなりました。これで家で大きめのレコーディングができるようになりました。 今までの課題はですね、なんていうか、俺の音楽は狭いなってなってたんですよ。やっぱりあの賃貸だからって言って、上の人を気にしたりとかね、嫁のいるのを気にしたりして、あまり大きな声を出せなかったんでね、今まではその活力ある声みたいなのを出せなかったんですよね。言い訳みたいになっちゃうわけじゃないけど、その前回までの作品は小さい声でも取れるような作風をっていうのを目指す。いや、説明が段ゲーてなわけで、これでこれからバンバン曲作りができるってわけだ。主役ド